おはようございます。今日3月10日かな、3月10日日曜日の7時半ぐらいですけど、今日で255系のなんだ新宿さざ波かな、館山駅の電車が多分今日で終了になっちゃうんで撮影に来ました。ただね、電車自体を新宿駅で撮るかどうか微妙なんですよ。どうしようかなって思ってます。どうだろうな、これですわ、これ。うわー、もうエグい。これ新宿さざ波1号館山駅じゃ撮影します。新宿にもう来ることはないだろうと。丘陵建設はもう最後で、前から9号車か10号車の順だけども、あ、ちなみに6号車から9号車は前ですね、前。あ、違う。千葉方面が6号車から9号車です。おい。この、なんていうかな。お、身内気。んなことやってる場合じゃないぞ、JR でって。自由席を殺しに来るんで、来週から。今週です、最後ですよ、自由席は。今日で最後です。館山行きです。休業件数はもうこれで最後なんで、もう来週からはもうですね、ないですから、休業編成は。おそらく5両編成になると思います。東京湾アクアラインができてかなり苦しくなっちゃった感じですよね。じゃあちょっと移動しますね。この電車は休業編成ですって問いましたもんね。あ、出ました。この列車は途中なんちゃらかんちゃらってまあなんちゃら全部なんちゃらかんちゃら駅ですけど、まあそれはどうでもいいか。そうか、止まんのかよとか思いますけど、東京湾アクアラインができて、あの乗車率が下がっちゃったんですよね。昔は結構皆さん乗ってたんですけどね、全くもうって感じですよ。休業編成なんで、はい、あれホリデー快速奥多摩号だったんですけど、今は何ホリ、あ、ホリデー快速か、ちゃんとホリデー快速だけど、分かるかな。欧米行きになっちゃったんですよね、奥多摩行きがない。昔は奥多摩まで行ったのにって思いますよ。もう分割もしないですからね。10両は10両ですけど、もう分割できない編成で寂しいわ。ホリデー快速奥多摩号青梅行きですよ。わかるかな、わかりますこれ。これで難しい。小籠包的ですけど、小籠包ってまあいいや、どうでもいいです。はい、ここで最後撮りたいと思います。こう中央線ですからね、中央線走って総武線走って総武快速線走っていく感じですから、ホリデー快速奥多摩行きも奥多摩秋川行きも46で分割ができた編成だったんですけど、もう秋川とか行かねえだろって感じなんで、もう全然ね、あの高速バスが敵ですからね、 JR は。慶応か総武線がタイミングよく行ってくれるんで、まあいい感じだとは思いますけど、多分大丈夫だな。そういうの、新宿駅はもう発車してます。今7時52分です。結構やばい。
ことと場合によっては被っちゃう感じですよね。まあそれがあれですよ、私のろくでもないチャンネルですよ。もうこれ振り返ったらいるとかそういう感じだと思うんですよね。どうかな。あー来た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 、ほらほら来たほら来たそんなことやってっからピントも合わない、何も合わない、やる気もないなんですよ。ほら来ましたよ。まもなく2番線に各駅停車三鷹行きが参ります。危ないですから黄色い電柱の奥までお下がりください。成田エクスプレスを運行さん経過とほぼ一緒みたいな。これで多分新宿とは最後だと思います。さようなら。お疲れ様でした。